コチーノはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名はスペイン語で豚を意味し、豚を連想する姿の大西洋に生息するモンガラカワハギカの総称にちなむ。化粧モンガラオレンジサイドトリガーフィッシュコチーノは1944年4月13日にコネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港する。1945年4月20日に M.E. セラットプジンによって浸水し、1945年8月25日に、艦長、W.S.T. 文村中佐の指揮下収益した。コチーノは、東海岸、カリブ海を巡航し母港のフロリダ州キーウェストで、大西洋艦隊に合流する。1949年7月18日に、イギリスに向けて出港、北極海での作戦活動に向かう。 艦隊は悪天候の中、ノルウェーから北極海へ向かったが、猛烈な振動によりコチーノは8月25日に、電気系統の火災とバッテリーの爆発事故を生じ、続いて水素及び塩素ガスが発生した。最悪の状況の中、艦を維持するため艦長のラファエル・セレスティノ、ベニティス大佐は、部下と共に14時間に及ぶ補修作業に取り組んだ。しかしながら8月26日に、 第二バッテリーも爆発し、ベニティス大佐は、艦の放棄を命じ、コチーノは沈没した。タスクが、民間エンジニアのロバート・ウェリントン・フィオを除く、乗組員全員を救助したが、この救助作業で、タスクの乗組員6名が失われた。ありがとうございます。